爆炎の支配者。今日も全力ぶっちぎり、マキピロくんでございます。はい、今回も超究極のイフリートの攻略になります。で、スキルのね、発動はないので、ミッションの方の攻略になります。はい、で、前回、ケルケゴールを編成した動画の方を上げておりますが、今回は、カンウ、こちらもおすすめなので紹介したいと思います。初手はこんな、はまっちゃった。ちょっと今、イレギュラーなこと起きましたけど、基本的には価値の裏から、裏側を狙います。弱点の反対側ね、を狙って、こんな感じ。こうやって帰ってきて、潰す。こういう形で弾いてもらえればいいと思います。で、今回、爆絶のキャラクター、カイリ。これ、初歩でゲットできないキャラクターではございますが、おすすめなので編成しております。で、今回のカンウ。これがちょっとネックなところがあるんですよね。っていうのも、コネクトスキル。線形の書を使用しなくていいっていうのは、すごいいいところではあるんですけど、コネクトスキル。ここがネックなんです。ちょっと危ないな。で、このカイリーに関してはアンチブロック対応してるんだけど、ちょっと問題点もございまして。これがね、ゲージ外しちゃうと減速株引っかかっちゃうんですよ。だから、基本的、まあ、初手じゃない限りは、こうゲージ入れながらになってくるかな。まあ、あれ、即死ではないので、一応ね、耐えれます。はい、こういった形で、今、受けました。はい、次。ここは、まず、シープ。絶対倒しましょう。この加速がないとちょっとしんどいので、まず優先的にシープを倒す。で、優先的にシープを倒したら、今度は、この、ガーゴイルを処理していきます。で、ガーゴイルが、ちょっとこれ多分、近いじゃちょっと無理だと思うんだけど、シープまでは絶対行きたい。届かんのかーい届かんのかい。そう、必ずね、シープはね、処理しておきたいんですよね。まあ多分カンウ足速いし、今足湧いたから多分大丈夫、問題ないと思うんだけど。おい、もう一回加速する。お、いいね。いや、さすがに2体は無理。はい、まあ、こういった形でレーザーバリアが レーザーバリアをまとっている同士がお互いに蘇生し合う形になって、まとっていないのはまとっていないみたいな形で、まあそこをね、蘇生のペアを、まあ、見てもらえれば問題ないかなって思います。ちょっと不細工な形ではありますが、はい、抜けることができました。はい、お次、ここのステージ、ここのステージは気をつけるべきはこの今右下の8っていう数字になります。この8が即死の攻撃になるので、ほいって、基本的にちょっと編成について喋ろうかなと思うんですけど、この爆絶返り、これは基本的に、まあこのカンウを編成するに至って、必ず運極のキャラクター、もしくは貫通のキャラクターを編成しないといけないっていうことになってきます。で、とりあえず今回は返りを選びました。この理由に関しては、ストライクショットのね、短縮がストライクショットで、ストライクショットの触れた味方のストライクショットの短縮ができるという点です。はい。なんで、そこを利用することで、リブルのストライクショットを複数回打てたりとか、まあ、カンウのストライクショットをね、こう何回も打てたりとか、まあ、そういった利点があります。まあ、火力に関しては、ちょっとやっぱり足りないところがあるんですけど、まあ、それでもサポートということがね、できるキャラクターを優先的にこう積んだ方がいいんじゃないかなと思ってます。で、カンウはカウンターキラーとか、まあ、底力、とにかく攻撃力がマックスいくつだったかな ?3 点いくつだったと思うんだけど、それがね、発動するので、こういったところですごい火力が出ます。あと、まあ、一応短縮系の
SS ターンアクセルか、超 SS ターンアクセルかなんか思ってるので、ストライクショットはね基本的早めに打てるっていうところもいいところかなと思います。でここに関してはちょっと若干危ないことが多いので、次回ってきたら打ちたいと思います。まあどちらかどっちでもいいんだけど、受けそうだったら打たないし、危なそうだなと思ったら打ちます。すごい微妙なラインだよねこれ、すごい微妙なライン。打っとこっか、打ちます。あ、これ絶対危ないな、なんかあんまり良くない位置だなこれ。倒せば、敵を倒せば倒すほど攻撃力アップするので、1段階目でこの火力が出せるので非常にね強いキャラクターになります。ここのステージと非常に相性がいい。ただやっぱりネックなのはコネクトスキルっていうところかな。たまんね、何度見てもたまんね。はい、で最悪の最悪、コネクトスキルの書っていう戦法があるんだけど、もう本当にそれは奥の手ね。はい、これで勝ちの勝利終わった。お、いいね、これで足速くなるじゃん。カイリもストライクショットを18ターンで打てるので、まあ、さっきね、ストライクショット使用してるから、あそこの短縮をかけに行っちゃってもいいと思う。これ多分入れ番するかな、ちょっと微妙なラインだなこれ。いやー、まあ加速拾えなかった。でシープは極力しっかり倒したいんですよね。カウンがカウンターキラーなんで、カウンターキラーがシープに行っちゃうとすごいもったいない。打ってもう一回短縮できるかな。いやー、どうしようかな。いや大丈夫でしょう、打たずに行こう。あ、ちょっと薄すぎたなこれ、帰ってこれない。キラーはよし、 OK、 イフリートにある、いいよ。本当はねこれ一回下行って戻ってきて殴るのが理想なんだけど、足足りるかな、足りたね。よし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 、あんまり削れてねえな。もうちょっと、もうちょっと角度つけたいと思います。さっきちょっと、うわーこれもちょっと欲張ろうかな。下先触ってから弱点いってこい。あお、反対側行ったし、なんかちょっと角度変わった、薄くなった。あと4ターンかな。4ターンで削り切らないといけない。いやー、ちょっと角度が非常に悪い。これぐらいで打つといいですよと言ってみた、角度が非常に悪い。カイリはアンチブロック、あのブロックね抜けちゃうので、あそこ注意かな。めっちゃ入れ番するな、これやばいな。 SS 打たなあかんくなっちゃったな。まあいっか、1本打ちますここで。加速する。反対側いけないな、しょうがねえ。剣がある。よっぽどひどい入れ番をしない限り多分全然いけると思います。今回ね大賢者も連れてきているので、最悪 SS 打ったとしてもあと帰りとあるので、まあ問題ないと思います。 OK、
かリムルのストライクショットを打って最終でもう一発打つっていう選択肢もねできるかなと思います。止まんね止まんね。はい、カウンさんがねえらい暴れちぎってたのでバッサリカットしました。とりあえずシープは絶対にやりたいんだよね。最悪ガーゴイルは全然残しちゃっていい。 OK。 ここもシープだけは絶対に処理しに行く。もう無理にこのカイリーとかでガーゴイルを処理しようとかそうは思わない。 OKOK、 いいいい感じじゃん。いい調整。これ削っといて、はい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 、おーし、いいね。OK。 じゃああとはイフリートを殴っていくだけ。ここは多分 SS 使わなくても結構火力出たりとかするところだから多分問題ないと思う。うわ最悪。あれ結構あるんだよね、なんか変なマッチみたいに上でハマっちゃうこと。なんかたまに起こるんだったら分かんないけど、かなりの高確率で起こるんだよな、あれすごい嫌だ。いやーちょっと待って、 OKOKOK で、おおいいよ。 あんま殴れなかったな。どうしようかな、 SS 打って短縮かけとこっかな。いやーまたハマってしまいました。なんだけどこれで、まあ、次に SS3 本今もうちょっとで打てる状態になるのかな。アドバンテージあるのでいけるでしょ。いやー足りるかな足りるかな、ちょっと怖いな。これ打ちましょうか、打ちましょう。1段階目段階目でもこれだもんな、マジ強い。最悪の最悪、体験者使ってでも多分間に合わないかな。あー間に合わねえな、多分間に合わない。ここ難しいよね、すごいこれ嫌な位置だと思うんだけど、向こう行って帰ってくる。 OK、 あとは下を処理していくだけなんだけど、これがブロックがあってすごい狙いづらいんだよね。ワンチャン、ワンチャンいけるか。マックス8引いたら、8引いたら、いや、やめとこう。いいや。OK。これ片方でも処理しておいてくれると、すごい楽なんだよな。打った時に一気に削れるか。OK。いいよ。で、次のカウルで、今カウンターキラーもらったね。これで間ゴンって入ったら大ダメージが狙えます。なんだけどある程度複数触った状態で間に入れたいって言った途端に入ったね。もうこれ決まったな。はい、次リムルのストライクショットで割合なんで安心して攻略できます。はい、まあこういった形でかなりねカウンすごい使えるキャラクターなので、
運枠1体入れたとしても編成するメリットはあるんじゃないかなとか思ってます。ただこの運枠何を入れるかによってまた難易度いろいろ変わってきちゃうと思うので、まあ、そこもねちょっと考えものだなと思います。最後のお願い、私を君の中で眠らせてくれないかな。いいよ、運命の人よ、安らかに眠れ。永遠に覚めることなく幸せな夢を見られるように。これさ、原作知ってる人泣いちゃうよね。俺やばかったもん。はい、ということで、まあ、関羽をね編成するといった形になるので、どうしても運枠は必要になってきたりとかします。まあ、貫通を無理やり入れるっていう選択肢もあるのだけど、正直あんまりおすすめのキャラクターがいないので、まあ、やっぱりねこの爆鉄カイリが一番攻略はしやすいんじゃないかなと思います。はい、よければこの編成をね組める人、これもねおすすめの編成ではありますので、まあ、よかったら、ね、参考にしてください。ということで、よかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。よかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。以上、全力ぶっちぎりのマキピロくんでございました。またお会いしましょう。あばよ。